モンジスカールは、フランス、奥下にー地域圏、オートイコールガロンヌ圏のコミューン。町のミリウンが、トゥールーズ都市圏に属するコミューンで、ドラゲ地方の中心にあり、トゥールーズの南東、約2 0トルに位置する。モンジスカールは、エルモール、川谷の中に足場を獲得しており、ガロンヌガーウガンの南トゥールーザン丘陵の東側を、登ったところにある。主要道として、 国道13号線があり、ミディウンガは、町の低地帯を通っている。典型的な農村型コミューンである、モンジスカールは、依然として、トゥールーズ都市圏や、その雇用圏の中にある。ラテン語で山を意味する、マンズと、クイースカードが組み合わされた地名と考えられる。カール大帝の配下であった、ワイズスハートが、イベリア半島から帰国後にこの地方に定住していた、古事にちなむ、 1271年には、モンティ・ギスカードと記されていた。中世、モンジスカールの領地は、ベルベーズ領主の権威のもとにあった。彼は、エンダルデという場所に、ドメーヌと要塞城を所有していた。1211年、モンジスカール領主は、アルビジョは十字軍によるカタリ派生伐においては、シモン四世ドモンフォールの派閥に組みした。報復として、 トゥールーズ博は村を荒廃させて、ロックビルの礼拝堂を破壊し、ベルベーズ城の領主権と城を奪った。エル・カワタニを支配する勾配に位置していた、モンジスカールの町には、大管区、その後城大区が置かれた。1355年、エドワード・クロ大使軍によって、町は攻略され火を放たれたが、翌年復興した。1517年、ボルデリアが、 モンジスカール領主の称号を得た。18世紀、大倉教風家の子孫との領地交換に応じ、モンジスカールは、エグビーブ領主と結びつけられた。近代においては、モンジスカールは、トゥールーズ市民教区の主要都市の一つであった。17世紀、教区の公文書は、モンジスカールの教会の聖度室に預けられていたが、これらは1772年に、 トゥールーズ大司教の建物に移された。モンジスカールにはカステルノオダリのセネシャル管区に設置された7カ所の下級裁判所の一つが置かれていた。1799年には王党派がトゥールーズを奪還した。19世紀、重要な畜産見本市がモンジスカールのフォワラル広場で開催された。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。